オリンパスエアーという商品でございます。非常にコンパクトなあのマイクロフォーサーズに対応した一眼レフカメラ、ミラーレス一眼になっております。ペン OMD 共通のマイクロフォーサーズのレンズをこのようにマウントすることができます。こちらにスマホ用のアタッチメントをつけて、まあ、スマホなんかと Wi-Fi で接続して、アプリを起動して使うようなカメラの形になっております。アプリケーションとしてもアプリで楽しむカメラというコンセプトで、まあ、あの公式には8種類のアプリを機能別に用意させていただいています。それから今回あのもう一つ特徴的なのは OPC って呼んでますけれども、オープンプラットフォームカメラということで、アプリケーションを自作するようなライブラリの SDK を公開させていただいていることと、もう一つあの先ほどお見せしたこの爪の形状ですね、アクセサリーをマウントするような爪の形状を 3D プリンティング用に CAD データとして公開しています。その他あのここのネジ穴があの通常のミリサイズの M3 のネジが切ってあったりとか、あのこの形状も完全な円形で、まあ、何かとアクセサリーが自作しやすいような形を目指しています。例えばあのもちろん公式のアプリはお使いいただけるんですけれども、一つ立ち上げてみますと、まあ、このように普通のカメラスタイルで使っていただくこともできますし、もう少しあのスマホライクに使いたいということであれば、あの完全にプロトタイプになりますけれども、こういうエアフローっていうあのプロトタイプを用意しまして、どういうことかっていうと、どういう条件でシャッターを切るかっていうことです。 iPhone を振る、どういう撮影をするか、シャッターするときに音を鳴らすとかですね、撮影したらどこに上げるかということで Twitter に上げるとかっていう、この3段階のフロー、処理フローを定義できるようなアプリになってまして、これで例えばランってしますとしますと、それが始まりますので、このシャッターを iPhone を振って切ると、そうすると写真が撮れて今 Twitter に上がっているかっていうのがあります。あれ上がんないです。上がります、はい。まあ、このようにあの簡単に SNS なんかと連携するような処理フローを定義できるようなアプリ、まあ、例えばこういうあのアプリを SDK を使って簡単に自作するというようなこともできるようになっています。はい、これいくらなんですか。あ、本体のみで33,800円、税抜きです。はい、オリンパスストアだけの販売で、量販店では販売されないんですか。販売されしないです、申し訳ないです。はい、やはり今回ちょっと特殊なカメラになりますので、よりこの興味を持っていただけるお客様だけにちょっとまず売っていこうということ。